お、ここで着替えることができるみたいだ。でも結構ゲットしてるからな、もう。タイムアタックもリワードも全部取ってるから、ネパールまで。ラスボス以外は全部取ってるからね。何これ、知らないんだけど。スノースーツ。あ、これ、トゥームレイダー2の、映画のトゥームレイダー2は、アンジェリーナ・ジョリーの、に似てるな、これ。ねえ、似てますね。アマンダね。あと、アマンダがあるんですよ。アマンダかっこいいよね。これ、ウィンターバージョン。ウィンターバージョン。スペシャルフォーセス。これもかっこいいね。スペシャルフォーセスの、なんだ、アーバン。市街地。市街地バージョン。これは、白い。キャットスーツはあれでしょ。さっきの色違いみたいな感じでしょ。これ、イブニングは日本編でのドレスの赤いバージョンですね。これは。バイカーレッドジャケット。かっこいいね。これも、雨に、イングランド編で使ってたやつね。雨に打たれてるシーンがありましたね。これ、クラシック。あの、トゥームレイダースのリメイクした服装です。ゴス。なんかビジュアル系みたいな。V 系みたいな感じになりましたね。ゴス、レースシャツってやつは。あ、こういう感じか。血の涙、あ、黒い涙流してる。スノースーツで行こうかな。映画のトゥームレイダー。確かトゥームレイダー2だったか1だったか分かんないですけど、映画のアンジェリーナ・ジョリーが主演の方のね、トゥームレイダーなんですけど、が着てたやつに似てるっていう。だからちょっと、これで行こうかな、今回は。あー、ここ書斎？書斎は絶対なんかある。あ、これ絶対スイッチでしょ。え？スイッチじゃないの？押せないんですけど。え、スイッチじゃないの？これ。絶対スイッチでしょ、これ。バレバレですよ、バレバレ。あ、これもスイッチだ。絶対スイッチでしょ、これ。いや、あそこ壊せそうなんだよね、なんか。やっと壊せた。誰、ああ、びっくりした。アリスターいたのかよ。アリスター、びっくりさせんなよ。いるのか、いたのかよ。びっくりしたよ、ほんと。お、ライトゲット。よっしゃ。You're not going outside, are you? Not when there are still so many interesting dark places inside. この、これはどかすだけなのかな。シルバーリワードゲット。これで、あそこのボタンを押すのかな？あそこのボタンを押すのかもしれませんね、これで。よし、OK。なんかないかい？シャンデリアとかさ。おお、なんか、あんじゃん。あそこ上に行けると。あ、これスイッチじゃん。お、秘密の扉が開いた。ブロンズリワードかい。OK。あ、リワードあった。ブロンズリワード全部じゃない。あと1個。シルバーリワードあと3個。で、さっきね、引っ張ったら落ちたから、あそこは怪しいよねって感じなんですけど、この出っ張ってる本たちが気になるんだよね、めちゃくちゃ。出っ張ってる本が気になる、めっちゃ。あ、これでもう一個のスイッチ押すのか。あったんだ、このとこにスイッチ。わお、秘密の扉が開いたぞ。オッケー、こっちだね。はい。あそこにシルバーリワードあった。よし。これ壊せるけど。
この中に入ってたりとかしないかな、さすがに。あーでもスイッチ発見、壊したらスイッチ発見しました。押してみようか。上に登ってるし、いつの間にか。お、なんだなんだなんだ。 Above the waters, twin sisters turn their backs. Above the waters, twin sisters turn their backs. 双子の姉妹ね、水の上、あーあの槍持ったやつ後ろ向きにさせればいいのかな。その槍持った双子のシスターズをやればいいのかな。ここら辺壊したら出てきそう。ちょっとあった、よし、ゲット、ブロンズリワードラストかな、これで。よし、ブロンズリワード全部ゲットですね。ちょっと着替えよう、そろそろ。違うコスチュームもやりたいもんね。はい、これも結構好きなんですよね。レジェンドピンクあるんだ。レジェンドピンクで行ってみよう。じゃあ、よし、双子の姉妹がいるところ。これ双子の姉妹っすよね、わかんないけど。うん、そうだよ。これを反対向きにすればいいのかな。そうすればゴールドリワードゲットみたいな。いやー、もうヒントを得る前にやっちゃったみたい。あーでも開いた。おー、イエース、おー、イエース。Within the Hall of Knowledge, tomes of Cerulean, Topaz, Viridian and Crimson in turn reveal their arcanum. 知識の、知識の、まあ、あの書斎のことかな。書斎の中に、あの書斎を解明すれば、墓が出てくるとらしいです。じゃあ書斎に戻りましょう。はい、ちょっと書斎に戻る前に、ちょっとここにもあると思うんですよ。ここは銃で押せるみたい、今やってみたら分かったんですけど。はい、ゲット、よし、シルバーあと1個だね。Stalking another ex-girlfriend, are you? I prefer to think of myself as a guardian angel. 元カノのストーカーしてんじゃねえのあんたみたいな感じでララが言ってましたね。で、墓を探しに、あ、これ押せばいいんだね。やっぱりボタンだったでしょう、これ。これ全部押すと秘密の扉が開くかもしれないです。え？あ、チェックポイントって出たぞ。でも何、どうなってんのこれで。外れだったのか。なんかトパーズとか、なんか色の順番だったのかなあれ。はい、で今あの双子のところの文字盤に来たんですけど、ちょっと Google 翻訳でね、セルリアン、セルリアン、何色だよセルリアンって。ビリジア何色、あ、ブルイッシュグリーン、青緑だってさ。トパーズの次が青緑で、最後がクリムゾンだから赤かな、おそらく。じゃ最初は青かな。じゃあそれでは行ってみます。はい、じゃあ書斎にやってまいりました。まずこれ青が一番最初で、これが青なのか、もう一つが青なのか、どっちかな。これは青緑だよね、やっぱり。青緑って感じ。緑っぽいね、こっちは。だから、そうなると、青が1番。そして、黄色が2番だな。トパーズだから。トパーズを押して、次は、青緑を押して、最後、クリムゾン。って書いてあったから赤かなっていう炎のイメージがあるんで。お、よし、ゴールドリワード、シルバーリワード、ダニー、シルバーリワード。お、新しいヒントだ。 What fun、 What fun、 なんて楽しいんだ。Above the hairs
ヒート、ちょっと Google Translate please。 あ、暖炉ね、暖炉。やっぱり Hearth、 音出しちゃった今。暖炉の上。 Haste rise up the、 スチュワートってあの白髪の人だよね、多分。あそこの紋章の、顔の紋章の上のところに急いでボタンを押した後すぐに行くってことなのかな。ちょっとじゃあ行ってみましょう。ああ、スイッチが出てきた。なんだ、びっくりした。怖いぞこのスイッチ。なんでだよ。え、戻っちゃった、戻っちゃったのこれ。ああ、なるほど、スイッチを押してる間ね、暖炉の上にあるこのスイッチを押してる間に、もしもし、わかりました。文字盤読みに行った後戻ってきたら、あそこにも顔があると、右側にも顔があったと、スイッチがあるというわけでね、スイッチ2つ押せばいいんでしょみたいな感じで、ああ、やっちゃった。だからここにねポールがあるんだってね、なるほどって感じですけどね。よし、オッケー、これでゴールドリワードゲットじゃないか。スチュワード関係ないじゃん。スチュワードってこの人なの、スチュワードが。で、あれを動かして、あれを押してスイッチの上に乗せると、え、いうわけではないんですか。スチュワードが乗ってくれればいいんだよ、スイッチの上に。多分この人スチュワードじゃないの、スチュワード。これね、向きはね、わかんないっす。ちょっとスイッチ復活してないかな。復活してないね。あー、なんか文字盤がでもあるけど。The Risen Athena、 アテナか、これが。Turns to face the sun、太陽の方向を向いて、太陽の方向に向かせると、アテナを。顔を太陽に向けるでしょう。え、太陽普通に、あー、あっちじゃん、普通にあっちじゃん、太陽の方向。はい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 、あっち向いて、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、はいはいはい、これでいいかな。はいはい、チーズ。よし、オッケー、ゴールデンリワードゲットか、これで。よし、ゴールドリワードゲット。高い場所にあるな。取りに行きますよ、今から。クロフト邸やっとクリアできました。今からします、クリア。よっしゃ、ここで降りればいいかな。はい、よし、ゲット。で、あとイベントあるかな、なんか。ないね。全部ゲット、リワード全部ゲット、クリアしました、クロフト邸。次回は、ラスボスですね。ラスボス。では。